ではそれでは実況させていただこうと思います。まずは私ルーシャが1試合目実況させていただきますが、皆様盛り上げの準備は大丈夫ですか？遠征勢盛り上がってますか？関西勢盛り上がってますか？はい、皆様ありがとうございます。それでは参りましょう。準備でき次第始めちゃってください。制覇祭本戦1回戦、あ、ステージまだ、失礼。はい、ただいまステージ選択中です。もう少々お待ちください。操作練習ですね。わかりました。それでは始まったばかり。はい、では参りましょう。制覇祭本戦第1回戦1試合目。お、音楽？曲の選び方からすでに読み合いが始まっている。いいですかね。はい、それでは参りましょう。ライト対武田。さあ始めていきましょう。よろしくお願いします。ステージは終点。この2人、先ほど会話にもあった通り、お互いに勝手知ったる組み合わせ。さあ竜対奪還と、果たしてこのカードどちらに傾くのか。関西では正直あまり見ないカードなので、どこにどれぐらい有利不利があるのか正直知らないところはございますが、さてさて、火力ならば両方非常に高いものを持っているので、面白い読み合いどんどん見えるんじゃないでしょうか。まず波動拳と缶が勝ち合ってお互いに燃えていく。ジャスガからダイヤ CCV、 そしてクリタル缶で九死に仕留めるが、ここで缶にはしっかりと武田龍の方がガードをしていって、まずは序盤のパーセントレース、ダメージレースは武田龍がリードといったところか。ガンマンと缶を出しつつ自分のペースに持ち込みたいライトダックハント。さあ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 、まあ詰めていって、まあですね、缶をうまく距離しながら差し込んでいく武田龍ですが、ここで1回相手、おっと、めちゃくクーニュートラルで外に出していって、食う前しっかり見てる、うまい、缶を使ってこれ以上のリターンは取らせないと。うまいですね、缶の使い方完璧。パーセントリードは武田龍。さあ 115% 対 64%、 これは勝利はもちろん圏内でしょう。しかしあだセービングはしっかりジャスガーからの缶を回避させて空中攻撃を差し込んでいく、素晴らしい。クレアが出てダッシュガード、ちょっとガード速度が早かったか。ここでダイヤシから壊し、缶はしっかりジャスがしている、暴れをしっかりと一対戦完璧か。上弱は回避で避けて弱弱弱弱、痛いぞ 113% 123%、 気づいたらパーセント5分。うまい、空上でジャンプを突撃出していく、ダックハントの基本的な掛け割り完璧。前だから D を入らず弱で後隙をカバーしていって、こうなるとダックハントのペースになってくるか、どこまで拒否できる。対する武田龍はここでどれだけ早く追いつけるかといったところですが、もう 50% 溜まっている。ここからは缶の相打ちいくらでも OK といったところが、崖ジャンプを使って復帰も多彩、この相手強い、人間よりも強いんじゃないか。うまい、これは
帰れない。素晴らしい復帰年。ぶっ阻止決めて、まずは一本選手。リプレイいる？2戦目さて2戦目、ステージは村と町を選択。この上に狭いステージ、ここで上弱小竜拳等々を利用した早期撃墜見れるか。じりじりと前を詰めつつ空前刺して空上がセービングで避けて、じりじりとした中距離の読み合い、クルトラで飛び込んでいって空後ろは回避。先ほどと同じくうまく差し込んでいるのは武田龍だが、先ほどのように逆転機は十分にある。うまい、空にたのに続く当たって空前で差し込んでいく。さあさあ中近距離の読み合い、腰調子ほら威嚇。おと様子見、噛んで割り込むことを読んだ様子見だったが、しかし噛んで両方相打ちになってしまって、お互いに痛み分けていたところ、しかし 94% 対 62% ちょっと危ないんじゃないですか。勘が気まずい。あこれはうまい、クーリトルから空後ろ激推していく。 64% 対 0% 前ないから組み入らず噛んで、うまいですね勘を使った連携。やはりこのイード非常に勘の扱い方うまいですね。うまい、ジャスガからダイヤシー、この渋い反撃リュウスカイならではといったところか。うまい、クウェまだ撃つようならない、若干ほかほか、もしくはパーセントが足りなかったか。今回はペースを握っているのは武田龍。うわっ、ガキの読み合いガンマンを出して噛んで前を詰めて、うまい噛をうまく出してくぐってクウ前、ちょっと噛んになったところで一つポンと見ましたね今。これは掴んでいる、缶を投げて、缶に投げて撃つようならないが、この読みはいやらしいが、うまい掴んでいる、素晴らしい。おっとセービングでさらに読みは仕掛けていくが、ここは入らず 150% 対 29% 1点読みの上スマッシュ上、これは撃つようならないがリターンを重視した空上選択。缶とガンマンうまくセービングやダッシュを使って盛り込んでいる武田龍。うまい、ガードを固まったところに掴み通して、ここは撃墜ならず、竜重い、ほらまだ撃墜ならず、バナンという声が聞こえてくるが、やはりあこれはさすがに撃墜 38% 対 0% この、まあ、パーセント差ならば、まあ誤差といったところでしょうか。先ほどと同じくリードを逆転していく中間と見えるか武田龍、今度は逃さず振り切るか。前回避で回り込んでいって上弱上弱弱強を選択。おいこれメテオからの勝利決まって一本取り返す。一歩も譲らず、やはりこの二人実力白昼か。3本目、ステージは終点、台のないステージ、シンプルなスマブラ力が問われるこのステージ。ここで突破リーチに王手をかけるのは先にリーチをかけるのはどちらか。カンをジャスガしながらガンマンが当たるが投げて、カンからクーマへ火力が高い 35% クーマへ、クーシロは入らず、そしてクー上で差し返してスマッシュを貯めていたが、ここはわずかに間に合わず、ガードから空前刺さって、もう一回空前入らず、そして先ほどと同じく空上で暴れが通していって 64% 対 32% のこの読み合い、うまい、崖を詰ませているライトダックハント、対する武田龍一発と一発の重さで対抗していきたいところ。下台から空前コンボ、この崖の感の置き方非常にうまい、波動拳でタイミングをずらして、今の狙った臭いですね、うまいですね。さあもう一回崖の読み合い、回避上がりで
観の追撃を逃れていく。ラインが入れ替わって、ルスカからサブソリ掴んでいる。このセットプレー入るか、昇竜拳で観を落としてセービングからもう一回クッション刺さって、まだ撃つようならない。え、これ大丈夫？大丈夫。あと観のうまいですね。今のは追撃に来ると読んでいて、最初から相打ち上等の観でしたね。素晴らしい。即接種はライトアカウント組めたら家は入らず、うまい。やはりこの台足うまいですね。使い方完璧ですね。あれしか入らないであろうというところ、噛んで暴れがどん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 ダッカントが跳ねていくが、相打ちならばストックリードして今上等打てたところ、あと小足で跳ね返して噛んでリターンを取っていく。 107%40% ちゃんと見てる。素晴らしい。上弱上ザラシャマを確認してジャンプショール決めていく。これが最新の竜使い。40% のビハインド、全く何が起こってもおかしくない。クーマへ、ここはクーニュートラルで 60% 掴んで、カン一人でチームやってるようなこのダックハンド立ち回り。クー下からクーよ、わずかに吹っ飛びが浅くて届かず。うまいですね。クーで跳ね返してリタンとか上スマッシュ撃墜。2本21と、さあ1回戦突破に先にリーチをかけたのはライトダックハント。4戦目、どうなる。ファイボール。さてファイボール。先ほど負けている村山チームも拒否して政治選択の幅を狭めていくと。4戦目選ばれたのは終点。やはりこの何もないシンプルなステージ、お互いに火力の高いキャラ同士ならばいろいろ起こりやすい上に分かりやすいといったところか。弱で割れて勘の暴れ読んでいって、最初からガードを張っていた。素晴らしい。下投げクウェイ出すだから小足の間に、小足中足の間に缶が挟まってダメージ加速していく。スタンス側から空白火力を取っていく武田龍。そして缶の暴れでなんとか復帰していくが、かけお前大足を使って缶を遠くに飛ばすことによってライトダックハンド側の夢の卓を狭めていく。うまい。小足勝利撃墜。 37% のまま一気に撃墜していく。ここで 60% まで火力取って駆け上がりの展開だったが、クーマへ一気に 23% 対 81% までダメージ加速していく。上弱上弱上強、そして缶の割り込みに備えたセービング入り込みといったところでしょうか。素晴らしい選択。やはりお互いに一歩も譲らない。一戦負けたら今度は俺が取ると言わんばかりの。おっとが9倍クッシュロー、うまい。ここで今まで一度も出ていなかったが9倍取っていってストック追いつく。ライトダックハント、しかし 94% 対 0%。 これはダックハントが拒否を見せたいところ、横スマッシュ見せていく。大ジャンプがいいから、うまい。まずは 29% カウント、ガンマンをやはり駆使して、そしてつかみと選択肢が非常に豊富。ここで9枚で暴れて、うまい。缶を使ってセービング危ない。ちゃんと見てる。ライトダックハント掴み通してパーセントじりじると差を詰めていく。ほらあと小足昇竜、缶がわずかに間に合って休止にしよう。ちゃんと見てる。しかし真上に行くことによってちょっと昇竜難しかったか。 68% 129% 上弱いっぱい見せて、ちょっと怖かったが掴んで飛んだのはダックハントの缶の位置が悪かったですね。竜巻旋風脚、え、なんだなんだなんだ、あ、これは危ないぞ。大丈夫か。帰っていくが、おっと、さあ復帰し、ジャンプ残っているか。これは竜巻まだ残っている。昇竜拳で帰っていく。タイミング完璧。変わってパーセントはしかし追いついてきた。どうなる。4戦目、このままライトダックハントが逆転に取って3位で勝利となるのか、それとも武田龍に2位持つか。クーマイうまい。素晴らしい。今のクーマイはさすがに意識なかったか。2-2に持っていって勝負は運命の5戦目。
ステージはやはり終点のようですね。お互いに得意ステージといったところか、このキャラには終点と決めている部分があるのか。5戦目、勝利の女神はどちらに微笑むのか。波動拳当たって、波動拳当たったのはガンマだった。まずは内向で18%、うまく空中差し返して缶の爆発にリターンを絶対に取り逃さないとする。ライトダックアウト素晴らしい。左足、今パーセントは大幅リードしているのはライトダックアウト。ここで空前通して、もっとダウンしてしまった。空前圧倒し、ここでミスを逃さずコンボを決めていくライトダックアウト。 15% 対 87%、 若干ダックハンド側に流れが傾きつつあるが、竜の持ち前の火力、ここから何が起こってもおかしくない。小足中足灼熱、まずは 32%、 上弱、ここはうまいですね。今読み合い何個あったか分かんないっていうレベルでしたが、缶暴れでガードして、じゃあこっちは小足するわみたいな。元 DA 缶が間に合って 72% 対 102%、 掴んでいたのはライトダックハンド。勝利うまい、ジャンプ上がり完全に読み切った。空白で上行くよ、セービングは見てから掴み、反応が早い、掴んで連携、まさにチームプレー。うまい、ジャスガーからダイヤシー、やはりまだ負けられないと。武田龍、もちろんみじんも諦めていないことでしょう。竜の破壊力残ってはいけない。何が起こってもおかしくない。 DA で缶を飛ばして、嫌な夢が始まる。ジャンプから上弱で勝ってメテを決めていく。 0% 76%、 まだ分からない。セービング、小足中足灼熱 16%、 缶からリターンを取ったのは武田龍の方。一気にダメージ加速していく。あと、これは危なかったが、まだ届かず。さあ、ジャンプを読んだ上、うまいか、撃墜最後は、カントのチームプレー決めて、ライトさん1回戦勝ち上がり、おめでとうございます。大会優勝ですね、貫禄を見せつけて。1戦目からね、すごい熱い戦い。